オーギュス・タンテオ・デュール・リボーは、フランスの写実主義の画家である。現在のウール県のセインとニコラス・ディー・アテズで、生まれた。子供時代から絵を描くのが好きだったが、17歳の時、父親が亡くなり、母親と妹を養うために、医療品店の事務員になった。結婚して22歳になった時、パリに出て、職人として働きながら、オーギュスト・バルテルミー・グレーズから絵を学んだ。 1848年にアルジェリアに渡って1851年まで働いた。パリに戻った後、働きながら夜は生物画を描いて独学で絵の修行を続けた。18世紀前半の風俗画家、ジャンシメオン・シャルダンの作品から影響を受けたとされる。友人となった写実主義の画家、フランソワ・ボンバンが1859年に サロンの審査に抗議するために、ボンバンのスタジオで、写実主義の画家たちの作品を展示した時に、リボーの作品も展示され、注目されるようになり、30代後半になっていた1861年に、初めて、サロンドパリへの出展が認められた。1864年と1865年に、サロンで賞を受賞し、画家として評価されるようになった。 生物画や風俗画の画家として評価された後、1865年には、殉教者、聖セ,セバスティアヌスのような歴史画も描いて評価された。1878年のパリ万国博覧会の展覧会で入賞した。この頃、パリ近郊のコロンブに移ったが病気になり、徐々に活動は低調になった。1878年にレジオンドヌール勲章を受訓し、 1887年にレジオンドヌール勲章を受訓した。1891年にコロンブで帽子した。息子のジェルマンリボーも画家になった。ありがとうございます。